今回紹介するのは、元財務官僚が5つの失敗をしてたどり着いた、これからの投資の思考法、という本です。正統派の長期分散投資による資産運用を教えてくれます。正統派の長期投資手法の紹介を縦糸に、人生とお金との向き合い方を横糸にして、 著者がウェルスナビ立ち上げに至った経緯がよく理解できました。投資に関する失敗体験も率直に明かしてありそこからどうやって正当派の長期投資にたどり着いたかを追体験できるので投資の知識がなくても安心して読めます20代は自己投資をおすすめしたいとも書いてあり単なる投資おすすめ本と違う点も好感が持てます 著者はビジネススクールで金融工学を収めリスクやリターンに誰よりも鋭敏であるはずですが起業時には個人資産を担保に入れてまで資金調達を刊行していますそこに死の並々なならぬ覚悟が伝わってくるとともに人の意思決定の複雑さと奥深さを感じさせられました正統派の長期投資を紹介してくれる希少な入門書という点で 読語感は貧乏人のデートレ金持ちのインベストメントノーベル賞学者とスイス人富豪に学ぶともえを思い出しました合わせて読むのもおすすめできます以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします